こんばんは、ひづきチャンネルへようこそ。ということで、昨日はマイクの、説明をしましたけども、まあ他に、ついでといってはなんですけどね、俺が使ってるマイクを見せたいなと思います。こちら、シュアのベータ57ってやつと、シュアの SM58。まあ、この2本、ライブでね、使うんですけど、まあこれはね、SM58 って言ってね、これは、定番です。超ド定番のマイクなんで、よくライブハウスに行くとね、これがあります。このマイクが、よく使われてるんですけど、まあ、ハウリングもしにくくてね、音も結構いいので、定番となってるんですけども、これの、一つ機種上っていうのがね、これのグレードアップ版が、ベータシリーズっていうのがあるんですけども、シュアの、ベータ58っていうのがこれの上の機種なんですけど、ベータ58は持ってません。買おうかなと思ってね、ちょっと買ってないんですけど、これは、シュアのね、ベータ57っていうね、ベータ 57A という、種類のやつです。57と58何が違うかっていうとね、58は基本的にボーカル用です。で、57は基本的に楽器用なので、よくね、ギターアンプの音を拾ったりとかね、そういう楽器の音をね、よく拾います。あと、アコギのね、生音拾ったりとかするときに使うのが、シュアの、57っていうね、SM57 っていうやつの、マイクなんですけど、これはベータって言ってね、その、57の、一機種上の、ベータ57っていうね、そういうマイクになります。楽器用なんですけども、自分の声がね、昔買った時もね、ちょっと鼻声で丸いんで、だからちょっと硬めのね、硬めの音で拾ってくれるマイクがいいなと思ったんで、このベータ57買ってみました。そしたらね、意外と、相性が良くて、結構これね、使ってました。で、このベータ58とね、聞き比べると、まあ、ベータ58も、まあ、ちょっと丸くはなるんですけども、やっぱり声をね、拾うためにね、作られたマイクなんで、なかなか、良かったんですけどね。それでね、ベータ58も買おうかなと思いながら、買おうと思いながら、買えてなかったんですが、まあ、今回ね、昨日紹介した、また骸骨マイクの方ね、入手しましたんで、そっちを使おうかなと。まあ、だから、これとこれがライブでよくお目にかかることになると思います。あとね、レコーディングというか、ちゃんとしたレコーディングの時はね、コンデンサーマイクの、こんなこっちになるんですけど、それで撮るんですけど、ちょっとデモ的なやつやったらね、もうみんなこれで撮っちゃってます。これで撮っても結構いい音するので、このベータ57で、デモの、ボーカルとかはね、撮ってるんですけど。まあ、こんな感じでね、いろいろマイクを使い比べて、やってるわけですが、またね、変わったマイクとか、新しいマイク入手したら動画にね、あげたいと思いますんで、このマイクシリーズ2日間見ていただいてありがとうございます。またライブで見たら、あれか、あれがこの間の動画で上がってたやつか、と思ってね、見てください。ということで今日はこの辺で、それではバイバイ。